ジュゼッペ・マンチネッリは、イタリアの画家である、ナポリ美術アカデミーの教授を務めた、人物が、歴史画を描いた。マンチネッリによるシラクサの市民劇場の天井が、シラクサの市民劇場天井がナポリに生まれた。当時ナポリ王国の宮廷の影響力の大きかった、ナポリ美術アカデミーで、コスタンツアンジェリーニに学び、ナポリの展覧会に、歴史画を出展するようになり、 1835年の留学奨学金の得られる公募展に優勝し、ローマに留学した。ローマでは新古典主義の画家、ヴィンチェンツォ・カムッチーニに学んだ。ルネッサンス期の美術を学び、当時のローマではナザル派の画家が活躍していて、彼らとの接触もあったと考えられる。1851年にナポリに戻り、1853年に、 アンジェリーニが亡くなった公認の教授の選考に勝って、絵画の教授職に就いた。1860年には、ドメニコモレリの公認として、スガキの教授も兼ねた。マンチネッリの教えた学生には、フランチェスコ・コッポラ・カスタルドや、ジュゼッペ・デ・ニグリス、アンジェロ・マリア・マッツィアラがいた。ありがとうございます。